船宿名が大九丸です。あの名前が大川久明です。はい、ここのところヒラメ絶好調に連れてますけども、はい、そうですね。今年どうでしょうか。今年だけでなく去年あたりからもうかなり、はい、ヒラメが多くて、あ、で去年からで今年はあの国の規制があったので6月からの刺し網、あ、刺し網、それができなかったもんですからね、はい、でやったのが9月からは解除になって9月から刺し網をやったんだけれど、やはり積数もほんの少しの積数で、その時期にシラスが大量に取れたもんで、みんなシラスの方に向かっちゃったからね。ああ、なるほど。今年はその影響もあってかなりの漁業が多いですね。あ、なるほど。まあ今年だけじゃなくて年々じわじわこう増えてはきてたんだけれど、それはやはり今ここにもあるようにタコ壺を入れるようになって、で底引き、我々このちっちゃい5トン未満の底引きがやる人が少なくなった。底引きの数自体が少なくなった。そうで、それにこのぐらいのヒラメの稚魚が、10センチから15センチあるいは20センチぐらいの稚魚がこの樽に、バカ樽に10本ぐらいずつ入り入りしたのね。ああ、そうなんですか。だからそれが底引きがやんなくなったおかげで、かなり、資源が逆に増えていくような状況。爆発的に、ね、上がったということですね。で、このタコ壺を入れると、底引きでそのヒラメが住んでるとこまで、いけないわけよ。だからヒラメの生息してる場所までタコ壺が湧きにあると、どうしても底引きはタコ壺が要するに邪魔になるわけ、ね、邪魔になって、だからその分だけ資源がもう格段に、なるほど。そう、だからその影響がもう、それがもう何十年ってやってきてる中でじわじわとだんだんこれ増えてきてるわけね。減ってるんじゃなくて逆にこう増えてる。ここ2年ぐらいはもう 2,3 年はそういう影響かしんないけれど、その栽培センターのヒラメの稚魚の放流はしてないんですよ。あ、してないんですか。そう、してない、してないでこの数が出ちゃってるんですか。だからその分、私は個人の考えだけれど、要するに今言ったように底引きの減少と、それが一番この資源の回復に、なったのかなと思うんだけど。なるほど。やはり釣りで釣れ釣って網で、網はかなりの量飛んだけれど、莫大な量ですよこれ。解禁初っ端の時なんかは一隻で300キロ400キロ取れますから。だからそれもやんなかった分、今年釣れてるあれもあるし、ただ網を入れた時点で9月の時点ではこんなには、あの網には取れなかった。あ、そうなんですか。やはり餌をかける方が今かなり、どうもに食っているような状況だからね、数々がすごいから、当たり方がやっぱり去年とは全然違いますよ ね、 やはりあの青物が食うような感じで、ヒラメが食ってますからね。やっぱそこら辺食性というかヒラメ自体の姿勢だいぶ、やはりかなりかなりの量がいいんじゃないですか。まあ、下を見てるわけじゃないんだけれど、同じポイントでもうこれ、11月1日解禁でもう今日16日でしょ、2週間2週間以上経ってもそれでも同じように釣れてるっていうことはものすごい量なんですよ。だから水温が下がんない時までは多分くじを使うんじゃないかと思います。まあ、徐々に大きいのも出てくるという感じ、ね、そうですね。これ水温が下がり始まっていくと、今度はあの
セグロイヤシの群れ。あ、セグロの群れ。それに次いで今度はでかい、バカでかいヒラメが釣れ始まります。だから皆さん言ってるのはこのちっちゃいのを取ってからでないと大きいのは釣れねえのかなって考えます。あそういうあれもあるし、ああそうね、19日からこれタコツボ入ると少し釣りづらくはなんですけどね。あ、きれいにぐんぐんというほど流してはいけなくなりますから。まあでも12月を迎えるとまたポイントが広がって、そうですね、広がるのは広がるんだけど、今言ったようにタコツボがかなり今度入りますから、あやはり若干流す回数が多くなって、すぐ上げる回数も多くなって、ああ、まあ、とにかくここはそれと一つ強調したいのは、はい、ここの鹿島、このいわゆる鹿島灘、鹿島灘のはヒラメが何というかな、あったかい潮と、ええ、冷たい潮と、それがぶつかり合うところなのね、ええ、だからヒラメそのものの身が締まって非常に美味しい、これだけは言えますね。他のヒラメよりは多分私が思うのには美味しいと思います、ええ、美味しいところですね、はい、まあ、数も釣れ、大きなも釣れ、 そして美味しいという、はい、ことがポイントですね。ありがとうございます、はいはい。